私がつや子81歳に込めている思いっていうのは、そもそもおばあちゃんでドキュメンタリー映画を撮ろうと思ったきっかけっていうのが、その当たり前の存在になっている家族のことを自分はどれくらいちゃんと人として知ってるんやろうかとか、大切にできてるんやろうかとか、そういった疑問をとちゃんと向き合ってみようって思ったからです。だから見てもらう方にはそういったことを問いかけたいし、そういう疑問を持つきっかけになってもらえればいいかなとも思ってます。でもそんな上から目線なこう作品でもなくて、まあ、家族ってええなとか、離れて暮らしてる人やったらこう久々に会ってみようかなとか思ってもらったりしてもらえたら私は嬉しいです。こう私自身にとってもこう家族と向き合ったりやとか、自分の家族を肯定できるいい機会になったので、そんな感じですかね。あとはこうそれこそ若い世代の人たちにはこう自分がいつか遠い遠い未来っていうか、私にも全然実感できないけど、こういつか自分も年老いてこう体が自由に動かなくなってとか、そういうことにきっとなるから、きっとっていうか、まあ、絶対なるから、長生きすればそういうことにもちょっと目を向けるいい機会かなとは思ってます。これも上から目線な風に聞こえますけど、まあそういう、まあだから人生とか家族とか当たり前なことにこうわざわざ目を向けて見てもええんちゃうかっていうような思いの作品です。はい。で、私にとって映画とは出会いです。フィクションやとかノンフィクションとか、あとは映画を作る側やったり見る側やったり、で初めて見る映画でも何度も見てる映画でも、常に映画には新鮮な出会いがあるなと思っています。まあほんまに物理的に作り手として役者さんやとかの人との出会いもあるし、こう遠い海外の価値観を知ったりするような映画もあるし、あとはそれこそ何度も見てる映画とかやったら、こう自分の中にある変化、小さい頃は思わなかったけど今見たらこんなこと思ってたわみたいな、そういうことも映画見てたら気づけたりするじゃないですか。こうそういった出会いに私はいつもときめいているし、私がものを作りたいとか映画を作る上でのときめきやとかモチベーションはそういったこう出会いにあります。うん、出会いです。